はい、今日も日本の社会を考えてまいりましょう。東京都議会議員の川松真一郎です。この動画は8月9日月曜日午後6時に撮影をしていますが、昨日でオリンピックが閉会となりました。まあ、皆さん方、ご覧になった方、ご覧になってない方、いろんな種目、さまざまな考え方でご覧になったと思いますけれども、今日は大会を終えた上で、この中で IOC、 そしてマスコミ、どういうふうにこの大会の準備をし、そして閉会を迎えたのか、私がどういう気持ちで見ていたのか。で、一番言いたいことは、マスコミや週刊誌の報道に対してほらねと私は言いたいことがあるわけですよ。で、今日はこのあたりを含めて皆さんにお伝えしていきますが、この動画の中でですね、また皆さん方からいろんなコメントいただければ、その先にマスコミ、まあ、テレビ局や新聞社はこの SNS の時代にどうあるべきなのか、記者さんや、もちろん私はマスコミ必要なんですよ。必要だと思ってるからこそこういうお伝えをしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん方のコメントいただきたいと思います。チャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録していただいてコメントいただきたいと思うんですが、私は全て皆さん方からいただいたコメント目を通した上で次の配信、制作提言につなげてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたしますということなんですけれども、さあ皆さん方はこの閉会式ご覧になってどう思ったでしょうか。当然次の大会はパリということになりますから、パリ市長も来られて、ね、旗をこう引き継いでいくというセレモニーもありました。その中でパリのね、今の現在の様子が出た時に、あれだけの人が集まってるわけですよ。片や東京は無観客、そしてパリ、次の大会のパリはもう人がいっぱい広場に集まってわーっとなってる姿に、同じ世界でなんでこうなってしまうのかな、これこそまさにマインドの違いじゃないかな、まあ、そういうの私は思ったわけですね。で、まあ、なんでまあ無観客だったのか、まあ、確かにこれ大会と同時に感染者が3000人、4000人、5000人と東京は増えていったわけですけれども、これは本来であれば大会の運営とはほぼ関係ないところですよね。仮に大会がなかったとして、中止だったとしても、この感染者の数は増えていったんだと私は思ってます。にもかかわらず、まあ、それと同様に因果関係があるように報じてきたこと、そして大会の準備はどうなるんだと言われてきたこと、いろいろ私言いたいことあった。ただ大会終わるまで我慢してよと、皆さん方に迷惑かける部分もあるから我慢してた面もありますけれども、例えばね、女子のマラソンが暑さ対策ということで突然スタート時間が繰り上がったわけですよね。これはアスリートの視点を考えたら大事なことですよ。暑さ対策どうしようか。でも一方で言ったら、これを放送するテレビ局からするとですね、まあ、どこのテレビ局とは言いませんけれども、突然時間変更になってそれに対応していかなきゃいけないわけですね。マラソンを伝えたい、まあ、今回だったら一山選手とかみんな頑張ってましたから、それを伝えたい気持ちもあるし、解説者も仕込んでるわけですよ。でも逆に繰り上がったら繰り上がったで、この時間の放送枠の問題になるし、下がったら下がったで、今度どうするのと、じゃあもともとある枠はどうするんだみたいな議論になって、てんやわんやだったと思うんですよね。で、この暑さ対策だとか時間変更だとかって、これ陸上競技ではありましたよ、前に。で、その時に私も週刊誌で名前を出されて叩かれた。で、このことを思い出していただきたいと思って、今日この動画あえて話すんですね。で、それは札幌にそもそもマラソンが行った時に、東京の暑さ対策が怖いから札幌に行くって話になったんですよ。で、あれは IOC と、まあ、陸連が話をして、突然我々開催地の東京にはですね、もうマラソンも変えようって話になった。でも、まあ、と思うわけですね。で、小池都知事の時に、ところに当時その森会長から話が行ったわけですけれども、小池さんは、東京の暑さ対策を私たちからすれば、医師会やいろんな関係団体が言っていた暑さ対策できてなくて、やってなくて、それに伴って持ってかれちゃったわけですけれども、なんて言ったか。もうすべて会場持ってかれたと、ひどいと、東京の言い分なんか通らない。で、ましてや、都知事である私よりも先にね、都議会の人間が知っていたって、これは問題だみたいな話がぐちゃぐちゃになっちゃったわけですね。で、これは去年、おととしは2019年の9月の話だったんですけど、その後、後日談として話が出てくるわけです。その、最初に小池さんより先に聞いていた都議会議員のメンバー、そしてまあ我々が、札幌で行われたラグビーワールドカップのトンガ対イングランドの試合、札幌ドームに見に行ってました。観戦に行ってたわけですね。で、そこで森会長や都議会や、あるいは北海道知事は、もともと東京都庁の職員であった鈴木知事ですから、この辺りが密談をしてマラソンを持ってっちゃおうっていう話をしたんじゃないかという憶測が広まったんですね。
で、これ週刊誌にも書かれまして、私たちはそれを議会でも言った。いや、札幌ドームには行ったけれども、あそこには都民ファーストの議員もいたし、他の会派の人たちもいたと。私たちだけじゃなかったはずだと。で、ましてや、森会長たちは、いわゆるこの VVIP 席にいて、我々がいたスタンドには降りてきてないんですね。で、あの札幌で森会長と、まあ、唯一会ったとするならば、別に自慢話ではなくて、事実ベースで行くと私だけが会ったんですよ。どこで会ったかと言ったら、帰りの新千歳の空港だったんです。で、昨日良かったですねって、ワールドカップ金曜、ね、ずっと金曜日、土曜日、日曜日とやってきましたけど、金曜日が東京だったと、土日は札幌でやったんですけど、本当にやれたと、これはもういろんな国立競技場が映るとか、いろいろあのメディアとの戦いの中で、なんとかここまでね、こぎつけられましたよって、我々頑張ったと。あとは大会成功にね、向けて頑張りましょうって、森さんと固い握手を空港でしたと。それだけなんですね。でも、まことしやかに小池さんが、そうやってなんか陰謀だみたいな話を振ったのに、こう、どん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 広まっていって、で、議会もずっとそういう話になったと。で、我々は、ふって降りてきたんだと。で、それを、どうしようもないっていうか、東京の言い分は言うけれども、どうすんだと逆に。だってもうやるっては札幌に持っていく前提で動いちゃってるものを、それは東京じゃ嫌だよって、嫌ならいいんだよって言われたらどうしようみたいなせめぎ合いの中でやってたわけですね。で、あの時はドーハの世界陸上があって、いろいろその深夜のスタートだったけれども、まあ、競歩にしてもマラソンにしても過酷な状況になって、非常に大変だったと。暑い暑さの中で大変だったと。まあ、それも頭の中に、おそらく陸連もあったし、移っていくっていう我々の正論が全く伝わらなかった。おや、おかしいおかしい。でも結果として今回、マラソンの時間変更を急にやってきたわけですね。で、あの時我々を批判的に見ていたメディアも、それに苦労したんだってことを私言いたいわけです。放送枠を持っていたところもね、大混乱したって話になるわけですよね。こちらもどことは言いませんけど、民放局混乱したと思いますよ。で、ここも、事実ベースで私が聞いている話でいけば、日本サッカー協会の田島会長も相当粘ったと。皆さん粘ったわけですよ。仮に国立競技場で予定されていた通り、女子のね、決勝をやるならば、その準備をしていた人たちがそこにいるんですよ。で、東京都サッカー協会は、特に、これ、小池さんも、これ本当に頭に小池さんの頭や側近の人たちにも知っていただきたいと、ずっと吠えてるんですけど、東京都が補助金を出して動いてる団体ですよ。もう簡単に言うと、補助金ってまあいろんなサポートある。東京都が補助をして動いてるのが体育協会というのがあって、そこにサッカーも入ってるわけですね。で、その人たちが決勝が来ると思って準備してて、で、芝生どうしようか、陸上との兼ね合いがあるよ、グランドキーパーの人たちにもすごい頭を悩ませながらこのスケジュール組んできてやろうって言った時に、突然いなくなっちゃうわけですよ、競技が。で、これは日本サッカー協会の会長は相当粘ったけれども変わっちゃったという同時に、私はそこで開催都市である小池さんもね、いや、東京のメンバーが準備もしてるんだから今更これ何なのっていう表立って一言も動きがなかったことも悔しいと思ってるんです。で、それをメディアも全然言わなかった。時間変更おかしいな、それだけですよね。で、それはいろんな競技でもその暑さ対策だって名目のもとあったんですけど、じゃあ一体何なのかっていうことが追及できなかった。それは IOC も各競技団体もいろんな思いはありますけど、それは主催者ですから。で、これで言えることは、東京都や、ね、いろんなその日本政府が叩かれてきてましたけれども、主催者ではないっていうことを、あえて私はね、皆さんと認識していただきたいと思うんですよ。この後、我々はオリンピックの整理ということで、お金の話だとか、いろんな後始末の話がいっぱい出てくるわけですね。もちろん IOC の皆さん方というよりも、それは組織委員会になりますけれども、じゃあ組織委員会の仕切りはどうだったんだろうか。組織委員会はこれお金の話じゃなくて、いろんな運営面も含めて、やはりチェックされる立場になると思うんです。で、我々も、いろんな思いはありますけれども、東京の未来のため、日本のためにこれは必要だと思ってオリンピックやる、無観客でもいいからやるってことが次につながるんだ、あるその経済動くんだと思いますよ。ラグビーのワールドカップの時にそういう思いで私はこの10年間準備をしてきて、まあ、実際大会をやって、まあ、日本が強かったっていうこともあって、みんな日本代表のね、ラグビーの日本代表のジャージを着て人が歩いてるなんて想像もつかなかったですよ、10年前は。でも実際やってみたらみんなジャパンジャパンってなってるわけですね。で、サッカーのジャパンブルーってあるかもしれない。で、あの今のこのジャパンのあのね、明るい着てる人たち、明るいシャツだとかジャケットとか着て歩いてる人たちいますけど、
もしかしたらもっとね、メディアが盛り上げてくれればもっと頑張れたと思うし、で例えば応援ソングってありますね、イメージソング、これはリオでもあったし、直近ではピョンチャンでもあったと。でそれぞれの大会、まあ、例えばゆずの栄光の駆け足もありましたけど、それぞれの大会でそれぞれの彩る曲があったわけですけど、今回に関しては事前の報道がほぼなかったがために、なんとなく、うん、桑田さんとかなんとなく嵐みたいのはあったかもしれませんけど、なんとなく刷り込まれてるものがあんまりなかったし、前代競技と言われてる、例えばスケボーで金取ったとか、いろんな競技で頑張ってる選手たちいましたけれども、これも事前の報道がほとんどできなかったがゆえに、皆さん方に知られないまま、だから皆さんが知ってるような昔からいる選手たち、昔からある名前の人たちばかりに注目をされたまま、まあ、飛び込んでいった大会だったっていうのも、まあ、その競技の普及とか、あるいはその成長過程ということを考えると、もうちょっといろんなことできたんじゃないかなと思って悔しいわけですね。だからこそ私は権力のチェックという意味においては、放送のあり方というのは大切です。でも放送の、それは新聞もそうでしょう、特に放送は公共の電波を扱ってですね、皆さん方に情報をお伝えするという大変な正義使命を持っているわけですね。ですからこの電波を使うということの重みというのを、もう一度、これはテレビ局の方だけじゃなくて政治家もそうだし、ご覧になっている皆さん方も含めて、もう一度これ認識をすることによって、どうしていくべきなのか、何がいいのか。いや、私は別にいいんですよ、政治家とバチバチ記者はやるべきだと思う。で記者をバチバチやることによって、その先にちゃんとした道が見えるとか、ちゃんとした制度設計が描けていくんだったら大いにやるべきですよね。それをなんだかふわっとやってる風になってる政治家とその記者の関係が良くないし、なんかとにかく放送しなきゃいけない、なんか新しいものを出さなきゃいけないというのが、結構この重箱の隅をつつくような展開になっていることが非常に嫌だと思ってましたけれども、じゃあこのオリンピックの報道もそういうことになるのかなと。で終わったらまた、ね、新規陽性者というか、こういうコロナの話になっていくわけですね。でコロナも何が正しいのか、私のところに、私はTBS やフジテレビのその自宅療養者の話をしたので、今週いろんな意見が来てますけれども、ケースバイケースなんですよと。新規陽性者になった方の年齢とか、お住まいの地域とか、それによっていろんなことが変わってくるんですけど、全部一緒くたに報道されちゃってます。この方がどこの方かよくわかんないです。よくよく東京のことだと思って、まあ、23区のことだと思って聞いてたら、市の保健所はってニュースで言われたりとか。でもこの個別個別の話っていうのはもうすればいくらでもできるので、こういうこともですね、オリンピック終わったからこそまたいろんな報道が出てくると思うので、私は皆さんにお伝えしていく使命があると思ってお話をしていきたいと思います。ですから一方的に我々は叩かれてきましたけれども、いや真実はどこにあるのか、私たちの言い分も聞いてほしいという、これはお情けちょうだいとか言い訳の動画ではなくて、やはりきっちりと意見を言っていく、最初からあいつら言ってもダメだと諦めてる政治家も多すぎますけれども、自分たちに正義があるんだったらメディアと戦っていきましょうよって、そういう政治家の数も増えていくように、皆さんのお住まいの地域からも、それは国会議員とか長議員関係なくて、やはり社会のため、この世のため、人のために頑張ろうという人たちが出てきて、それがマスコミに意図的に潰されないように努力をしていくべきだと思うんで、今日はお話をさせていただきました。お休みの日でございますけれども、オリンピック終わりました。もういろんな感動があった、オリンピックでこれからまた振り返っていきたいと思いますが、皆さんはどんな、オリンピックのとこのベストシーンが頭に描かれているでしょうか。ぜひコメントでもいただきたいと思います。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございました。